久しぶりの札幌ドームでの試合ってことで、まあ、絶対に勝ちたいゲームでしたけど、いろんな場面でチャンスは作れていたので、まあ、そういった面は次の試合とかでも生かしていければいいなというふうに思ってます。チームとしては絶対に勝つっていう勝ち点3を、まあ、取りに行かなきゃいけないですし、ジェイがセル詰めた、勝ち越しゴール、クロスが入ってチャルティップの前、深いのシュート、浮かしてトークだ、素晴らしいゴールが決まりました。個人としてはゴールにつながるプレーっていうのをやれば、まあ、勝利っていうのは近づくと思うので、そういったプレーを、まあ、何度もできればいいなというふうに思います。ただ奪う菅、クロスを上げる、後ろからヘッド、いやー強い